女兄弟がいると、成長期に任せて、ついいたずらしてしまいたくなること、男の子だったらあるんじゃないかな。今回紹介する一致は、お姉さんに胸を丸ませてほしいってお願いしたって言うんだ。果たしてお姉さんは一致の願いを叶えてくれるのかな。誰もが笑った笑い劇の結末を見ていこう。姉に胸も丸ませてと土下座してくる、結果。俺は本気だぜ。年齢。姉は23歳。姉なんかップ知らない。C から E ぐらいだと思う。行ってらっしゃい。コンビニでアイス買って献上すれば割と高確率で OK してくれるよ。そんな簡単なものなのか？逆の方がいい？とりあえず丸んでみて場合によっては土下座。はよ。とんでもなく衝撃的な一致の相談から始まったスレ。スレ民たちのアドバイスも飛び交うよ。C から E ってかなり開きあるだろ。31の姉がいるけど顔が親父だから無理。顔を見なければいける。妹に見えた俺はどうすれば。言ってきた、姉ちゃん、胸丸ませて。は？お願い土下座。頭おかしいんじゃない？姉は自分の部屋に戻って行った。度胸あるなお前。次の日親から家を出て行けと言われてもおかしくないぞ。ああ、アイスあげないから。流れで妹の胸丸んだけど B くらいで全然見応えなかった。土下座までしたのにケチな姉だな。姉にブーイングが飛び交うスレ、この後一致は勇者になるよ。もう一度お願いしてくるわ。家族会議始まるな、勇者だなう。いや抱きつけよ。母ちゃんに止められるくらい大きな声で頼め。それでも断られたら母ちゃんに頼め。部屋ノックして姉の部屋入った。携帯いじってた。胸丸ませて。無理。何でも言うこと聞くからさ。じゃあシュークリーム買ってきて。オッケー、買ってきたら丸めるかな。5秒で買ってこい。エクレアならやらせてもらえる。シュークリームの購入を強要された一致。果たして夢は叶うのか。シュークリームも丸されるな。チューブ丸してそれをも丸せる気だな。シュークリームを胸に塗って丸んでくれってことだろ。とりあえずコンビニまで脱出してくる。はよしろ。シュークリームいっぱいとアイス買って取らせてもらえ。シュークリーム買ってきて。ああ、シュークリーム食って喉乾いたからお茶買ってきて。食後の運動しようか。ちょっとコンマルーム買ってきて。関係ないけど俺も脱出しといた方がいい。まだ？全力ダッシュで買ってきた姉に渡してくる。本当にシュークリームを買ってきた一致。二回戦はいかに？行ってこい。早いなおい。パマル紡いだ。買ってきたよ。ありがとう。胸丸ませて。無理。はぁ？喉乾いたからアイスコーヒー持ってきて。クソ姉たちね。5秒で買ってこい。さっさと持ってこいよママル。先に折れた方が負けだぞ。落ち着け。とりあえずコーヒー買ってこようぜ。シュークリームだけ買ってきたのかよ。位置が持てない男なのがよくわかる。シュークリームでも破れた一致。アイスコーヒーが加えられたらどうなるのだろう。全丸で渡せ。アイスコーヒー渡してきた。はい。遅い。胸丸ませて。考えとく。はい。もういいから出ていけ。もう無理ぽ。折れるなよ。前に進めって。実力行使だ。姉のスペック。顔は普通、細身、昔から性格悪い。わざわざコンビニまで行かされてやめる気か。強引にも丸に行くしかねえぞ。粘れろそこは。犯罪に走ったら姉ちゃんのせいだと脅してみるんだ。スレミンのアドバイスもどんどん加熱するよ。説得だ。もっと貢ぎ物をだな。まだ土下座してないらん。じゃあお前らどうすればうまく進めるのか教えてくれ。お願いって土下座してこい。頼み方が軽い。もう無理やりもまるしかねえ。もまるせてがなくてもまるめよ。全丸土下座で誠意を見せろ。姉ちゃんっておまるい小さいよね。とりあえずこのセリフで反応見ようぜ。もはやスレミンはアドバイスというより、遊んでいるよね。C から E でそれは無理があるだろう。小さくないからこのセリフなんだよ。もまる胸ないから恥ずかしいのか？あるわよほら、もまるもまる。俺はもまるむまでこの部屋を離れない。もう一回土下座して頼んでくる。ミトになれば？おう男になってこい。後ろから抱きついてねだり倒せ。胸を丸ませてくださいお願いします土下座。無理。お願いします。何キモい。もまるせてくれるまで部屋に座る。お父さんに言うよ。え？出ていけ。はい。3回戦も撃沈した一致。このまま引いてしまうのかな？なんだまだ父ちゃん倒してなかったのかよ。父ちゃん分って家族最強にならないと無理だよ。とりあえず父ちゃんボコすために筋トレしなきゃ。もろすぎはロタ。もう姉ちゃんの父も丸んでこいよ。お前はダメなやつだな。それでもいいと言うんだ。弱みを握るといいよ。それをネタにじわじわと立場を強めていく。練習したいんだって言うとか、お父さんと一緒に頼んでみるのはどうだ？強行突破するんだ。裁判所に訴えろ。もう丸してくるわ。一致がやけくそになっているように見えるのは気のせいだろうか？父ちゃんにまず酒を買ってこい。シュークリーム貢いだのに拒否されたことを親父に報告せよ。なぜ親がいない時を選ばないのか、どう丸すつもりなのか。約束が違うやん。もう入ってくるな。胸丸ませてくれるって言うからシュークリーム買ってきたのに。
丸ませてあげるなんて言ってない。姉ちゃんが丸ませてくれないなら俺外で丸罪を犯すかもしれないで。だひめは？だからあんたは彼女がいないのよ。出て行け。はい。粘れよ。諦めんなよ。一回目無理、シュークリーム無理、コーヒー考えとく。確実に前進していたのに。もう息は心が折れたか。スレミンが一致を心配するのも無理はないだろう。この後本当にどうなってしまうのか。お、丸いマウスパッドでも持って目の前でも丸んでみろよ。同情ぐらいしてくれるだろ。失礼します。何しつこいキモい。どうしたら胸丸ませてくれますか。一生無理方なら揉んでいいよ。胸丸みたいだけなんでいいです。胸をも丸せるなんて言ってない。ケツをも丸むなとは言ってない。いきこれがアイスコーヒーの分、これがシュークリームの分、そしてこれが俺の土下座の分だーって姉丸をも丸んで、後で親父に怒られればいいんじゃね。わらわら肩もんでて、あー手が滑ったーでゴリ押しでいい。部屋に入って土下座するからいけない。姉の進路にあらかじめ土下座待機。とりあえず肩もんでくるわ、そして抱きつくわ。それ親父にボコボコにされるんでは。もはや本気でエッチを応援しているスレミンはいないかもしれない。なんか俺と姉みたいな主従関係で親近感湧いた。俺は姉によく丸しないけど。親父もわかってくれるさ。抱きついたらなまるられた。詳しく。なるられたって痛いだけだろ。もまるでこい。やっぱり肩もんであげるわ。いらない。そう言わずに、姉に近づく。背中向けて、姉背中向ける。肩も丸も丸。そして後ろから抱きつく。少しだけお、丸へ触れた。ちょ、何してんの？グーで思いっきり丸られた。ごめんなさい、部屋から逃げてきた。もう一回だな。偶然を装ってみた一致だったが、またもや撃沈。本当にどうなるんだろう、この兄弟。なんか知らんけどリアルに丸気した。もう一回部屋突してくるわ。次は裸で乗り込もうぜ。いいかもしれん。フル丸っき見せつければ丸れるかも。フル丸っきはまずくね。姉のパ丸つでちゃんと隠さないと。なんか変な感じになったけど、丸いも丸せてもらえたった。さ、詳しく。さっきはごめん。何キモいんだけど。お、丸いも丸せて。姉の胸丸りたいと思うなんてあんた本当に頭おかしいんじゃない。お願いします土下座。なんかあんたに襲われそうで本当に怖いんだけど。あんたモテなさすぎて変になったんじゃない。少し涙目だった。俺少しテンパった。いやただお、丸いも丸せてほしいだけで、ただそれだけっていうか。本当に？うん。襲わない？うん。じゃあ少しだけなら触らしてあげるけど、変なことしたらお父さんに言うからね。姉の様子が少し変わったかな。明日は朝から家族会議だな。上目遣いの涙目で姉を襲わない？これフラグだろ。そういう上丸毛もいいなぁと思いました。本当に？いやだけど。ありがとうございます。姉に近づいてノースリーブの姉の胸に手を伸ばした。服飛ぶ丸の上からだけど柔らかかった。どう？キモい。気持ちいい。キモい。銃も丸見したぐらいで。もう終わり。生で触りたい。調子乗りすぎ。もう終わり。はい、もう丸せてくれてありがとう。これから私の言うこと聞かなかったらお父さんにあんたに襲われたって言うからね。はい。とりあえずパマルツ脱いだ。ふぅ。なんとも言い難い結果になった一致と姉。一致は顔が上がらなさそうだね。でも一致と姉の物語、実はこれだけで終わらないんだ。おっぱ丸言ったら姉いた。遊ぶ金欲しさにやっとったらしい。とりあえず一回触った後やめるよう説得して金払った。笑えねえ。触ってる定期。柔らかかった。くさ、触ったにゃな。いかんでしょ。一回触ったってどんくらい？ショックすぎて感触なんも覚えてねえ。触りたいよな。もまるみに行くから見せ腹でいい。衝撃的な事実が判明した一致やね。スレはさらに盛り上がるよ。次はピンマルロで会うで。家で金払って貸し切りや。何カップや。何一回丸んでんねん。感触覚えてないから触らせてって自宅で丸ませてもらうとええで。もう姉の財布からお金取るなよ。言うてそんなでかない D よりの C くらいあった。なんで触ってんねん。丸めるように説得しろや。Y が毎月姉に5万支給という形でなんとか折り合いついた。5万以下じゃ両親に話すって脅された。家族会議がおったまるとか許されんやろ。一致へのツッコミが止まらないスレ、まだまだ続くよ。これは後日口止め用丸っち展開ですね。ん？一致が姉に払うの？脅しに待ってなくて草。負けてて草、黙るじゃねえの。せやで、別に丸触れるとかやなくてシンプルに払う。こんな理不尽なことあるかよって自分でも思っとる。これ一致が親に姉が5万払わないと、丸部にいたことバラすって脅されたって親に言えばよいだけじゃん。これ姉が話したら姉が丸部働いてたことバレるよね。もまるないでどうするんや。なんで一致が脅される側やねん。一致いくつ？姉の弱みを握ったように見えるスレだけど、逆みたいだね。これメンス。一致が脅される側で笑う。自分から脅されに行くスタイル。自分もたひむのが確定ののろはの剣やんけ。アホかな。もちろんそれは最初に考えたで。けど強かった。別にいいよって言われた。26会社員。
じゃあライザライ話せば解決やん。脅した時点で姉の負けよ。姉はガマルジなんか？提案の方向性が意味不明すぎるやろ。オッマル部で働いてることに比べればオッマル部行ったことバラされるくらい全然悪いことやないやろ。むしろ親に姉の現状を伝えろ。さらに現状を交えて語るスレミンも増えてきた。妻とかならまだしも親にオッマル部報告されてもちょっと恥ずかしいくらいやんけ。少なくとも親父は一気に理解示してくれるやろ。でも姉のオマルパイもまるんだと言われたら困るわな。ちょっと笑った。もまるんでないって逆切れでうやむやにしたらええねん。大学の時に風丸行ったのバレてめちゃくちゃ怒られた挙句お正月の親戚一同が同席で盛大にバラされた首都圏があってな。一致も別にバラされてもええやん。混乱してて、俺もまるんだ。でええやろ。そこは総理大臣のやり方真似ればいいのよ。もまるんだのではありません。持ち上げたのです。一致が独身ならバラされてもノーダメやん。いい歳なんだからオッマル部行ったって問題ないやろ。もちろん、一致の年齢を考慮しての展開も見られる。くさ、26ならオッマル部行ってもまるんだくらい大声では言えんが普通の話や。ならオッマル部程度じゃ今さらやろ。たまるたまる。畜生のすることでくさ。それでめちゃくちゃ怒るような親なら姉のオッマル部われは姉にとっても相当な痛手になるはずやんか。なんで姉はそんなに強気なんや。娘の風丸勤めなんて両親からすればよほど本人とか興味を持ってなかったらショックやろ。でもそのショックを吹き飛ばす可能性があるのか。一気の姉丸いの丸に事件。嘘松やん。男が風丸行って盛大に怒られるような家族ならオッマル部で働くような奴は打ち首では。くさ、徐々に現実的な一気の見方が増えてきたね。そもそもの一人立ちしてるんだからオッマル部行っても怒られないやろ。ぬ、ゆまるか。パイザー、ちまるともたった。別にバラされてもええやん男やろ。こんなんはオッマル部行こうと思う。モルゴル接触やなやってるんやろか。なんか姉は学生時代から親に反抗的でな、両親とも姉だったらええやろみたいなとこがある。やってることバカなんやけど普通に優秀な人だから甘やかされる面がある。姉のオッマルエウプ。優秀な人とは言うが26超えたいい年の女がオッマル部なんかで働いててええんか。それとも昼はちゃんとした仕事してんの。スレミンの激論はまだまだ続くよ。ババアやんけ。ワイは結構親のすねかじって一郎もしてって感じやから親に顔上がらん。多分家族の中で最弱、飼ってる犬より発言権弱い。優秀なオッマル部店員はさすがにくさ。オッマル部行ったのがええけどとりあえず一回触ったのが痛いな。わあもう姉ちゃんいたらオッマルへ触りたいです。昼は普通に働いてる。会社に匿名で垂れ込め。ええー、それはそうと会社にバレたりしたら姉は困らないのだろうか。混乱して一回丸んだのがでかい。どんな攻撃カード切っても姉がカウンターしてくるの容易に想像つく。あ、姉の上司と一緒に行って指名したれ。くさ。もちろん楽しむスレミンもいるし、妄想に任せて突っ込むスレミンもいるよ。指名してこっそりちまるぽそうまるしよ。言うほど混乱したら姉の丸いもまるか。混乱してもまるむのくさ。あ、姉かわいい。もまるない。つまり一致は冷静に姉のオッマルエをもまるんだんや。どっちにしろ姉は会社にバレちゃまずいしもろ刃の剣やろ。そしてバレた時のダメージが小さい一致の方が有利や。もっとオッマルエもまるせてもらえ。いや当時酒入ってた。だいぶ回ってたから聖丸と混乱の整理がつかんかった。ごまんって普通におかしいよな。酒で本能があらわになった状態で姉に小丸を抱いた。つまり一致の本能は。ここがまず家で決まるとしゃまるってもらうとこから始めよ。とか言いつつ下は獣になろうや。もうスレミンは楽しみしかないみたい。一致はどうするのかな。なんで罪悪度が一回もまるむオッマル部で働いてるになるんや。家族全員どんな価値観やねん。兄弟の胸もまるむのはいかんでしょ。月5万払うくらいならバラされてええやろ。普通こうなんよ普通の家庭は。うちがおかしいのはわかってんねん。この複雑な経緯を説明するのが骨折れるんよな。つーか一致は親にバラされるだけやん。あ、姉は親と職場と親戚とバラされるのになんでそんな強気なんや。一回風丸バラされてるし実質ノーダメやろ。これ姉は水商売、弟は風丸が良い、親は悲しいだろうな。もしかして一致のママも風丸で働いてた。姉は水属性、弟は風属性、そして親は怒り狂って火属性。これもうわかんねえな。属性の話まで始まったスレ、本当にどこまで盛り上がるんだろう。親の属性どっちにも効果なくてくさ。家族がどうとかともかく姉の会社の方があるやん。口止めされるのはわかるが月5万戻しとるとか恐ろしい姉やな。当時親父にボコボコにされた挙句次こういった事案が発覚したら縁切る言われた。あれからだいぶ経ったしたまたま行ったオッマル部に姉がいたとかこんなこと誰も想像しないやろ。そんな親なら縁切ってもええやろ。姉の疲労を糾弾して縁切り。これで手じまいや。風丸ごときで、さすがに嘘やろ家庭がいびつすぎる。
別にクソ仲悪いわけでもなくて姉の人生壊すような真似まではできん。あと多分それしたら親がやべえ。じゃあ親父は一度も風丸行ったことないんか？それ気になるな。せやから姉が会社バレをどうしようもない以上は家族バレにおいても相当のダメージがあるってことや。家族としても姉の丸ぶつとめはやすやすとは許容されないんやで。姉の風丸つとめを懸念するスレミンは絶えないね。ええー、大人が風丸行ったくらいで怒るってどんだけ過保護やねん。うちも親と同じやらまぎれ。さすが賢者タイム。普通の会社は副業禁止やしな。真剣なさそうやし安価で一姉とやりとりしようや。ええー、で、にしても同じ飯食って同じ家で育ったんに再会するのがお丸ぶて。これが幼き頃に行き別れになった兄弟なら感動るものなんやが。幼馴染みが風丸状になってた話ならいくらでもあるのにな。ダメや解決法が思いつかん。これ説明してくれ。好きに親に言わせたればええねん。これで一致を責める親なら客観的に見て延期にすべきや。つーか一致言えでろ。いつまで親の言いなりのまま生きるんや。わいはボディソープの匂いプンプンで家帰るけど何も言われんな。縛りきつすぎない？その情報を父親に流して6万月もらうんだ。娘の父を丸部にも丸見に行く親父が一言、母さんの若い頃の感触だ。結局とんでもないところでの再会を果たし、一致のスレは幕を閉じたよ。一致の願いは叶えられたけれど、満足のいく叶え方ではなかったね。しかも一致の心境をさらに複雑にする姉の実態。この後二人はどうなってしまったのかな？それはみんなが自由に想像してみるといいかもしれないね。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。